まずはこれ。あ、違う。これは。あ、だだだだ。これは違う。絶壁レイアウト。整体を導入します。どうもサボリです。これたくさん約50匹これはね、これはね安いんですよ。50匹で1000円。名前はゼブラダニオ。ゼブラダニオ安いくせしてね、意外になんかですよ、綺麗なんですよ。いや、綺麗なのかな、地味なんですけど意外に特徴がある。はい、これ導入します。50匹。うん、さすがに50匹多いな。あとはね、はい、ニューレッドゴールデンネオン10匹。ん？ 10 匹ぐらい。あれ、確かね、5匹で1000円だと思ったんですけど、間違って10匹買ってきた。10匹ぐらい。で、こっちが？ん？こっちが？失礼しました。ネオンテトラ。10匹。10匹で600円ぐらい。で、こっちが？これがニューレッドゴールデンネオン。5匹で1000円。今回これとこれは別な水槽です。実はね、こっち50匹。さすがにね、50匹は多い。さすがにね、50匹は多いんですよ。まだ立ち上げで約1ヶ月。わかりました。これもね、歪んだ。50匹は多い。半分ぐらいかな、半分ぐらい。はい、今日はね、3本撮りだな。3本撮りだ。これらはまた別な機会に紹介します。あの水槽リニューアル。実はね、水入れから結構経ちました。1ヶ月は経ってないぐらい、それぐらいね、結構経ちました。今現在生態はパイロットのエビたち、確認できるかな。あ、ここにいる。うん、20匹ぐらい入れたんですけど、どれぐらい生き残ってるかな。あ、ここにも。うん、います。あ、溶けた草をね、食べてるな。スネイルもいます。ん？今水温は何度？23度。まだヒーターの電源入れてないんですよ。うん、若干ね、少し冷たい。ヒーターの電源入れて温度合わせ。はい、50匹いけるかな？いける？最初は半分ぐらいでいいかなと思ったけど、50匹いける。はい、今は多分ね、ちっちゃいんですけど、育ったら倍ぐらい大きくなる。そん時また考えよう。うん、そん時ね、引っ越し。とりあえずいけるわ。とりあえずいける。この魚ね、なんで安いんですかって聞いたんですよ。そしたら店員さん困ってましたね。そういうものですって。うん、そういうものらしい。50匹で1000円。本当はね、30匹買おうと思ったら30匹で900円で、50匹で1000円だから、じゃあ50匹くださいって。一応60センチ水槽なんで50匹いける。まだちっちゃいから。
これあれだ、効果あるんだな。うん、いるいるいる。いる。ぴったり26度。よいしょ。あっとっとっと。わあ、これ引っかかる。ああ、ちょっとかなりうんこしてるな。トン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 。うんこ拾いながら。よいしょ。最後。よしっと。はい。水合わせは約1時間。いきます。は？はい。いけ。よいしょ。早く。はい。よいしょ。まだ。はい。うまい。すごい数だ。まだあるよ。はい。いた。いた。50匹全部いった。ちょっと、引きで、引きで、引きで。おお。結構ね、前の方で泳いでる。はい。いきなりにぎやかになりました。でね、水合わせ中調べたんですよ。そしたらね、最大5センチ。店員さんのお話ではね、うん、これぐらいかなみたいな、2、3センチぐらいだったんですけど、調べたら5センチ。5センチまで大きくなったらさすがにあれですね、引っ越さなきゃいけない。うん、とりあえずはこの環境かな。それから考えます。うん。でかなりね、活発に動いてる。動きが速くて一匹一匹撮影するのはちょっと厳しそうだな今のところ。意外にね、全体的にこっち側にも、こっち側にもたくさんいる。以前も似たようなレイアウトだったんですけど、こっちが狭いんですよ。あんまりお魚行かなかったんですけど、今回はたくさん来てる。すいません、切り忘れてました。慌てて。うん。ちょうどね、なんていうのかな、背景が暗いんですよ。そしてお魚たちが白っぽい。これはね、ライティングの影響もあるんですけど、ここまで完成度が高い水槽になった。レイアウトと照明、そして霧、あとはお魚の色、うまくいったんじゃないかな。普通はこんな感じけどね、
大体見る角度っていうのはこっちの方が多いのかな。この景色ですね、いつも見る角度は。わざわざね、こんなね、こういう風に真正面から見ることってね、あんまりないんですよ。お魚観察するときはもっと近くで、こんな感じかな。はい、ちょっとね、お魚の模様を見てみますか。いやー、これは難しいな。もっとアップでいけないかな。置きピンで。早くて早い。お、わかった。なかなか、おピント合ってる、ピント合ってる。うん、撮影は難しい。植物はね、これ意外にね、いい感じになってる。ここら辺は結構うまくいったのかもしれない。ちょっと分かりづらいんですけど、なんとかミニ、ヒデロコティリミニ、言いづらい、やってます。うん、霧が邪魔して、ここら辺もね。あ、これね、ヘドロ成分ですね。植物が腐って、はい、実は岩にもついてんですよ。ちょっと分かりづらいんですけどね、ここら辺、ここら辺もついてます。はい、後々あれかな、綺麗にするかもしれない。でね、ここのね、なんとか苔、この苔、ちょっとお前邪魔だ。この苔がね、綺麗に今全盛期です。これは水際に強い苔。うん、ここら辺はね、複合的ないろんな苔が混じり合ってますね。ただ食虫植物、最初よりはね、ちょっと良くなってきたかな。道上に植えたやつ、これからです。これから多分ね、これからですね、調子は。後ろのやつもね、まずまず。うん、ただこれはね、枯れるかもしれない。ここの苔ね、意外に自然感出てきたな。最初にいじって、あとは何も調整してないですけど、まずまずいい感じになってる。そして橋、この苔なんだったっけかな、ちょっと忘れたな。あ、こう見るとね、やっぱり崖がちょっとべちゃべちゃしすぎてる。少し水量調整したいけど、うん、まだね、微調整やった方がいいかもしらん。この食虫植物ももしかしてまた微調整するかもしれません。以上、生態導入でした。ありがとうございました。完璧だな。お魚は後で引っ越すかもしれない。いや、どうかな、そこら辺